カピバリアーノフッチボークルーベは、ブラジルサンパウロ州カピバリを本拠地とするサッカークラブ。1918年10月12日設立。2011年から2012年にかけて、カピバリアーノは2年連続でカンピオナートパウリスタ A3 に参加し、2012年には2013年にカンピオナートパウリスタ A2 に参加するという歴史的な快挙を成し遂げる。 2013年のカンピオナートパウリスタ A2 では、カピバリアーノは、第1フェーズで高成績を収め、勝ち点30を獲得して6位に入り、第2フェーズで3位となった。2014年、カピバリアーノは、好調な成績を残し、前例のないカンピオナートパウリスタ A1 への昇格と、コパド・ブラジルへの出場権の獲得を果たす。2015年のカンピオナートパウリスタ A1 では、 15試合で勝ち点16を獲得し、なんとか降格を免れるが、2016年には、カンピオナートパウリスタ A2 への降格を免れることが、できなかった。2017年には、カンピオナートパウリスタ A3 に降格し、2018年と2019年の、第一フェーズでは好調であったものの昇格には至って、いない。本拠地はアレーナカピバリ。 収容人数は19000人。パウリニア FC とプリマベーライ FC がライバルチームである。ありがとうございます。